出かけん TV レディーゴー。ブーン、ハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。ということで今日はノースサファリー札幌さんに来ています。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。山氏、何、なんと今北海道の札幌に来てます。実はね、今日なんでここに来たかと言いますと、うん、なんとライオンと泊まれるホテルがあるのよ。え、どういうこと？脳がついていってないよ。何がついていってない？ どういう結末を予想してる？食べられる。食べられるじゃないよ。食べられない。もう安全にライオンと一緒に泊まれるホテルはあるのよ。何それ。まあ、正直出かけも今ビクついてる。今はどうなるんだろうって、大丈夫かなってビクついてるんですけど、うん、今日泊まるのはそこ、はい、ライオンと一緒に泊まります。でもせっかくだから、そのまだホテルの泊まる時間までになってないんで、はい、せっかくなんでこのノースサファリ札幌さんで、はい、ちょっと動物たちと戯れていきたいなと思います。ここずっと来たかったんだよな。いろんな YouTuber さんが来てたから、うん、ちょっとここずっと来たいところでもあったんで、じゃあ行きましょう。待って、まずこれ見て。当園は普通の動物園ではありません。危険です。怪我や物損は保証できません。全て自己責任です。すごいな。まあまあまあ危険もあるけど、動物たちと戯れることができるってことだね。確かにそうだね。ホワイトライオンの口が、うわでかっ。このライオンの口が入り口ですよっていう。いえ、すごい。でこっちからも行けますって書いてあるけど、じゃあこっちから行く。なんでだよ、なんでなんでなんでだって。おい行こうよ。いや入れないって、こんなのマジで。いや行けるよ、行ける。行ける？うん、じゃ行ってみる。うん、じゃ行くよ。はいよ。うわ暗っ、うわ怖っ。大丈夫かこれ。うわぁなになになに、なんだっけ。やましい。うわ骨だよ、至るとこ骨。うわぁ怖い、うわ怖い怖い怖い、うわ危ねぇ。ね、違うところでさ、うわ危ねぇとかやめて。今ちょっと足ぐねりそうになった。うわここ狭い、ダメだ、ここ狭いぞ。どこ？ここ狭い。うるさいな。ここ俺ダメ、ハマっちゃうって。これスタートがスタートがエンドだよこれ。これダメだ、ハマっちゃう。大変だった。ここまで来たのがよかった。ということで早速グラントシマウマっていうシマウマさんがいらっしゃるんで、おやつをあげたいと思います。じゃあシマウマさん、はい、シマウマさん、はい。あーベロすごい。なになになに。はい、シマウマさん、はいどうぞ。はいはい。あ、可愛いよ、ここから見たら。歯はね、汚いからちょっとジルコに入れた方がいいかもしれない。あ、いやいやいや、シマウマに。うん、はいはい。はぁー、なにビビってんじゃん。いや、あの歯が人間の 2,3 倍でかい、うん、はいはい、シマウマさん、はい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 、はい、お、慣れてきた。可愛いね、やっぱ上から見ると。歯を見るとちょっと怖い。はい、何何、そっちが怖いわ。怖い、ありがて。はい、シマウマさんでした。なんかあの道端にアヒルさん。そうだね、アヒルさんがいますね。水飲みしてる。飲んじゃえば。あ、俺も飲んじゃう。いや違う、そういう距離の縮め方違うだろ。動物園に動物楽しみ来てんだから、カンガルーさんとかにもちょっとおやつをあげに行きましょうか。ほら、ここここ本当だ、噛みます。だって、え、どっちが。いやいや、ペンギンだろ。ペンギンか。ねえ、後ろ後ろ後ろ。あ、後ろ後ろ。あ、何されてんの。餌待ち餌待ち。ちょっと待って、噛まれてない。噛まれてない。あげよっか。はい、どうぞ。可愛いね。ね、はい、どうぞ。なんかあれだね、じゃがりこみたいに食べてくね。はい、どうぞ。可愛い、これ。こっち画面から見て、やましい。はいはい、可愛くない。すごいね、抱きついてくる。はい、なくなっちゃった、ごめんね。かわいいし、ありがとう、美味しかった、うん、じゃあ行こっか、あっち出口。はい、見てください、なんていう鳥だろうね。目はね、いろんなとこ見て、くちばしがすごいあれだもんね。すごいカラフルね、本当だね。じゃあ続いての場所行きましょう。ビルマニシキヘビさんですね。うわーすごいぞ。まず置いていきますね。はい、行きます。はいはい、おお、右手の方で持っていただきます。はい、じゃあ頭の方ですね、左手で手のひらに乗せるような感じで持っていただくお願いします。あったかい。あったかくて、多分今脱皮の途中なんですかね。鱗がちょっとね仕掛けてる。あーすごいよ。ね、全く動いてないよ。え、だってこれ、だってもうあれでしょ、締められたら瞬殺でしょ。うん、でもねすごいね、爬虫類可愛いっていう人の意味がわかる。すごいあったかくて体温感じるし、うん、あーでも顔見るとダメかも。あー、ピョロピョロされるとダメかも。指狙われてません。ピョロピョロしてますよ指。味見してませんでした指を今。はい、もう大丈夫ですよ僕は。これはもう味見しようとしてるから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、素敵な経験を。
させていただきました。こちらがビルマ錦蛇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今からバクに餌やりをするんですけど、これなんとフードペン、このペンはね、はい、食べても大丈夫なやつなんだって、まあ、このペンは食べちゃダメだよ。もう書いたやつを食べても大丈夫。ここにだからバクは怖い夢とかそういうのを食べてくれる、悪い夢を食べてくれるから、うん、だから自分が嫌だなという夢をここに書いて、でバクに食べさせるとその夢はもう出てこなくなる。じゃあここになんか書こう。でもそんな嫌だもんね、有馬記念外す夢とか。去年当たったんですよ。怖い夢嫌だね。怖い夢はね、ほんと見たくない。ほんとデカキン怖いのはすごい苦手なんで。ということで、こちらに怖い夢で書きました。本当に怖い夢って書いてある。怖い夢、はい。これをバクに食べてもらおうと思います。はい、ということで、こちら、バクの夢子さんです。夢ちゃんって言ったら起きるらしいから。いくよ。はい。夢ちゃーん。かわいい。うわー、かわいい。夢ちゃん、夢食べて。デカキン、すごい怖い夢あって、それ怖いのを見たくないから、夢ちゃん、夢食べて。夢ちゃん、夢子、お願いできる？夢ちゃん。あ、人参見える方がいいんかな？夢ちゃん、ほら。わ、かわいい、かわいい。はい、これ、夢お願い。うわー、大きい。はい、夢食べてください。うわー、鼻当たった。うわーすごい。これでもうデカキンは怖い夢を見ることがないです。おお、うわーありがとう。うわー鼻こんな動くんだね。あゆめちゃんありがとう、ありがとう。鼻でハイタッチ、鼻タッチしてくれる。すごいな。次ナマケモノに。うわあげないあげないあげない、これあげない、これは怠け者なやつだから。これジャングル感すごいでしょ。すごいすごい。バクもいて怠け者が全然到着しないんだけど、この子カムらしいから危ないよ。はい、怠け者にご飯あげたいと思います。あーダメだ、この子が取りに来る。はい、怠け者さん。あ力づくで奪い取ってった。今のうちに、今リンゴ食べてるうちにお願いします。はい、どうぞ。カメルもうちょっと。はい、あー、あげれた。かわいいな。こんな小顔なの。確かに顔ちっちゃいよ ね毛はもっとリンスした方がいいかもね。パサパサだから。怠け者のイメージ変わったな。なんかすごいかわいいってイメージになりましたね、これ。いやでもいいね、ここね、すごい体験できた ね。はい、ということで怠け者さんでした。ペンギンにあげます。うわー、ペリーせーの、はいよ。うわ、ペリカン取られた。ペンギンにあげたいんだよね、やっぱデカキンはね。はい、せーの、はい。うわ、ペリカン取られた。なんで。はい、ちょっとこっちか、こっちか、はいはい。あ、よしよしよし、そこ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 、はいはい。あ、かわいい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 、かわいい、かわいいね。はい、どうぞ、ペンギンさん。ペリカン、ペリカンがすごい俺らにくれよって。ペリカンどうぞ。うわ、ペリカン、ペリカン、はい、あげる、はい、あげるよ、ペリカン。人飲みするんだよな、ペリカン。はい、ということで、ペリカンでした。やばしやば、あ、構えてるよ、ずっと。俺にくれねえじゃねえかって。でもね、あの、木鉢で越えられてる感じ。やまし、3匹の小豚だよ。4匹じゃないの。いやいや、俺混ぜんなお前。何小豚の中に。大豚だろ俺、でかい大豚でもねえわお前。ほら見て、藁の家、木の家、レンガの家。レンガの家いるよね。いる。はい、いるよね。うん、木の家。はい、木の家。いるね。ないよね。いない。食べられちゃったんだ。で、藁の家いるね。いる。なんか俺らが学んだ世界とは違うね。藁の家ダメで、木の家ダメで、レンガで大丈夫だったっていうことがあったけど。そうだね。木の家だけ食べられちゃうっていう、うん、状態ですね。食べられちゃうわけじゃない。多分あのあれでしょうね、休憩中とか、うん、梅雨だと思うんですけど。豚ちゃんって言っても来ないか。来ないね。ちょっと呼んでよ。ちょっと呼んでみるか。うん。バシカシカン。あ、バシカシカン。なんか変な音になったよ。なんか違う、なんか会話できてる。バシカシカン。で、なんなのこれ。ね、ずっと見てられるけど。止めろよ。俺は見てられないよこんなの。ちょっと他のも見に行こうか。あ、アルパカさんだ。アルパカのおやつをちょっとあげてみましょうか。すごいすごい音で今来てる。うん、じゃあもう行くよ。じゃあ近い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 、あ、すごい近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 い、もうないんだけど。なんか可愛いね、こうやったら。ちょっと、あ、噛んでた。野生なんで、野生なんで、そこはしっかりねやんないとね、うん、ダメですから。ヤギ、羊、ラマゾーンですね。集団行動取るよね、みんなで。多分温め合ってんじゃない、あそこ。今フ
雪降ってて寒いから。あの奥何なんだろうね。あれも温め合ってんだよ。あれ豚いるぞあそこに。あれ木の家の豚じゃないの。なんでこっちにいんの。バレるのに ね仲良しになったかもね、うん、よかったね行方不明の。そうだ ね小豚さんが見つかって。はい、ということでハイエナさんです。名前あったよね。ラリー、そんなだった。あ、ほらラリー合ってたんかな。ね、なんだろう、ハイエナってもっと怖いイメージしかなかったけど、こうやって見ると可愛いな。もちろんね、指とか入れたら危ないんでしょうけど、呼んだら来るのすごい可愛いわ。あそこの目の前にさ、多分名前書いてあると思うからさ、うん、名前確認しに行こうか。多分ラリーだと。ラリーちょっと名前確認しに行きましょう。ということで、あの名前を確認しに来たんですけど、こちら見てください。ピーターでした。さっきなんでラリーって言ったら来てくれたんだろう。で、体重が45キロ85、まだまだですね。ガリガリ。結構だよ。そう、ハイエナはね、噛む力がライオンとか取れる強いんだって。え、そんななんだ。もうめちゃめちゃ強いの、噛む力が。ピーター。ピーターだ。そうだね。ラリー、これ違う。ラリーだ。どっちだよ。ラリーでもいける。ぜひ皆さん、あのピーターって呼んでください。ということで、こちらピーターでした。ということで、こちらビーバーです。アメリカビーバー。ちょ、ビーバーに餌をあげてみたいと思います。あそこで泳いでる、あそこ。あ、いた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 。こうやってあげるらしいです。ヘイビーバー、来るかな。はい。わ、手で掴んで食べるんだね。え、持ったね。持った、ほら、今持ってハムハムしてる。かわいいな、ビーバーって。はい、ビーバー。ほら、手で持って。かわいいね。手で持って、本当に、みんなじゃがりこみたいに食べるね。ビーバー、ビーバー。どうしたの。ビーバー。どうした。どうしたって何。ずっとビーバー、ビーバー言ってくから。いや、かわいいから呼んねんだよ、だってビーバーって。何がダメなの、かわいいから呼んで。いいでしょ。いいよ、どうぞ。ビーバー、ヘイビーバー。全然来ないよ。これ、家で欲しいな。どうすんの、これあって。いや、いつもビーバーに餌あげられるじゃん、だって。飼ってないよ、だってビーバー。1個欲しいな、これ。ということで、ビーバーでした。それでは、早速今回の本題のライオンと泊まれるグランピングに行きたいと思います。こちらがもうライオンコテージ。いやー、どうなってんだろう。もうここにいるけどね。でもこういうこと？なんか置物が置いてあって、うん、ライオンと泊まれるよっていうことじゃないの。さすがにライオンいたら、だってそれ危ないじゃん。食べられちゃうもんね。そう、食べられちゃう。だから丸ごとだよ、だって。一晩で行ける量じゃないちょうど。いや、2日かかるな。出かけに食べようとしたら2日3日かかると思うけど。違う、だから危険じゃん。だからやっぱりこれ置物がたくさん置いてあるとかじゃないかな、多分。あ、そういうところか。うん。安心いやましい、その安心してもらって構わないから。じゃあ早速、はい、こちらちょっと行こうか。はい、ということで、ここが中ですね。うわー、ほら、換気のプロペラみたいなのもあってますね。おお、なんか超快適な部屋じゃない。いや、すごいね、広いよね、うん、で、上にもさ、寝れる場所あるし、ほら、おしゃれなグラスとかもあって。いや、すごいね。電子レンジ、冷蔵庫、全部揃ってますね。キッチンもあるし、で、ここだとちょっとアニマルっぽいね。あ、確かにね、動物とかのこういういろんなのがあります。で、何のこのね、おー、ブランケットみたいなのがもう一番ライオンだね。そうだね。すごいね。これもライオンモチーフにしてんじゃないかな。そう、見えてきちゃうわ。ライオン回転させたらみたいな。いや、ライオンをひたすらこう回転させたらこういう絵になるんじゃない。ありえるね。芸術的だな。ね、ありえるよね。ありえる。芸術的だな、本当に。じゃあもう快適だね。いや、すごいね、いいね。いいね。じゃあちょっとゆっくり休もうか、ちょっと。うん。あー、くつろげるな、やっぱここは。こんにちは。こんにちは。わ、え、わ、すごい。赤ちゃんライオンです。赤ちゃんライオン。わあ。可愛いですよ。すごい。男の子です。僕はどうしてればいいですか。はい、じゃあおかけいただきまして。はい。落ちないようにちょっと。はい。わあ、触り心地がすごい気持ちいい。すごいね、かわいい。え、これライオンなんですか。そうです、ライオンの赤ちゃんです。ライオンの赤ちゃんだ、はい、もうすぐ生後2ヶ月を迎えますね。これでもう、はい、もっと立って。ねえ、かわいいよ、すごい。ダメだ、虜になっちゃうぐらいかわいい。目がすごいかわいい。あ、かわいいね。ライオンだよ。そうだよね、ライオンだよね。この子はまだ名前はまだついてなくて、今ちょうど募集してるところなんですよ。あ、そうなんですね、はい、名前何になるんだろうね、楽しみだね。あ、それデカキンが入ってたスリッパだよ。デカキンのスリッパの匂い。まだ募集してるんで、デカキンさんもお願いします。ご応募のほど。そうですよね、はい、応募しようかな、本当に。親御さんの名前はアレックス君とアンジーちゃん。アンジーちゃん、手書きのスリッパだよ、それ。手書きのスリッパ、触り心地がね、本当にあの猫ちゃんみたいな感じ。どこ行っちゃったんだ。こういうとこ好きなのも猫ちゃんだよね。あ、確かに。かわいい。でもね、ここで手とか出すとね、爪でパッてやられる可能性あるよ、猫だったら。これがライオンの力だったらやっぱエグい気がするからな。もう一人います。えっ、わー、こっちが女の子です。女の子。女の子が男の子だったんです。よろしくね。
この子ちょっとやんちゃなんですよ。ああ、みんな探検してる。名前がないからね。そうですね。ベビちゃんって呼ぶんですか。ベビちゃんとかボーイとかガールとか呼んでますね。ああ、なるほど。ガール、ベビちゃん。すごい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 。今すごい状況だよこれ。兄弟ってお互いに分かってんのかな。分かってます。分かってるな。抱っこしていい？よいしょ。わ、かわいいね。わ、かわいいね。あ、バレてる、バレてる。よいしょー。お腹のソファーはどうですかね。かわいいよね。ね。すごいかわいいよ。わお。わあ。すごい。すごい。ライオンの赤ちゃんと一緒に戯れることができる。ありがとうね。ありがとうね。かわいいね。気持ちいい。ここ気持ちいいか。わあ、な、ちょっと、ダメだ。愛情が湧きすぎてるわ。いやな、コライオン可愛かったね。いやすごいね、ほんとすごかったね、本当にね、うん、で、そういえばシャワーとかが下なんだって。確かにないね。ね、下の階にあるらしいからちょっと下行こうか。あー広い、すごい広いわ。ベッドなんだ、両方ベッドがあっていいね。うん、で、またソファーがあって、はい、そっち側はシャワー。おお、ここね。なるほどね。で、ここも暖房あるからあったかいな。ここにあの荷物置いたりとかできるのかな。ここは高いよ、超。やめ、ちょっと来てみな。やましい寒気だわ、これ多分。ああ、ほんとだ。あったかい。あったかいでしょ。うん。ずっとここにいちゃうかもね。なんだろうね、このカーテンね。ね、地下に窓とかあるんかな。あ、確かに、まあ、まあそうだ、地下だもんね。開けてみようか。うん。ん？え、どういうこと？何？待って。うん、そうだよ。近すぎるって。近い。はい、今ちょっと聞いたところ、これライリーちゃんのお部屋らしいです。横なの？ライオンのライリーちゃんのお部屋がこの部屋の隣。これ寝れないよ。これ本当にライオンと一緒に寝るグランピングじゃん。え、やばい、本当に明日生存できてるか分かんないよ。死ぬことになってない。すごいよ。すごくない？合成みたい。こんな映像見たことある？うわ、水飲んでる。かわいいね、水飲んでて。ちょっと猫ちゃんと一緒なんだよな。ちょっと大きいだけでね。で、今、こっち側向いてるのは、うん、あの、隣がね、オスライオンの部屋なんだって。で、そのオスライオンの部屋に肉が置いてあるらしいの。はいはいはい。で、まだオスライオン帰ってきてないから、ただ、殻の部屋に肉があるから、それを食べたくてずっと見てるっていう。だから、オスライオンが食べ終わったら、出かけに気づいてくれるかもね。生肉がやっぱり第一候補だから。第二希望出かけんだから、やっぱり。そらそう、ほら肉が気になって今しょうがない。さあ、隣が開閉されました。ライオンだ。待って、隣の部屋がライオンのメスで、その隣の部屋がライオンのオスって、結構な、あの、住宅としてはあまり良くない住宅だよね。そうだね。獣付き物件じゃないこれ。いないよ。岩付きじゃなくて獣付き物件になってんだよ今。あ、寝るのかな。こんなに無視されることってある？ないね。見向きもしてないよ、だって。そうだよね。うん。もうこれ、ライオンが先に寝るか、デカキンが先に寝るかの対決だよね。いや、悪いけど、うん。俺は先寝れないよ。うわ、あ、やば。なに、なに。楽しい。オスライオンが、ふざけんなよって。なんか愛し合ってんのかな、やっぱり。今ね、こっち子育てやってるらしくて。めっちゃ怖いんだけど。ね。ちょっと、オスの迫力。うわぁ。あ、すごい。おい、何俺の女に話しかけてんだって。いや、めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ怖いんだけど。キワイ、これね、どういう状況？絶対寝れない、絶対寝れない。めっちゃ叫んでんだけど。肺呼吸を使ってる。すごい。いや、そういうこと？あ、すごいな。うわ、かわいい。こんな映像見れないよね。すごいね。すごいよ。すごいね、やっぱ接客がうまいね。これガラスどれぐらいの厚さなんだろう。ちょっとでも割れたらもうひとたまりもないよね。当分さ、またライリーって呼んじゃったら、おい何、 うちの女に手出すなよってまた来ちゃうから。うん、じゃあ俺らご飯食べよっか。実はあのバーベキューがあるんで。マジで？そうだから、そのバーベキューを食べて、でまた寝る時になってもう一回、もし起きてたらちょっとライリーと喋ろう。うん、そうしよう、そうしよう。それでは早速バーベキューしていきたいと思います。じゃあまずはね、炭を作ります。はい。で、これは炭の下に着火剤があるんで、マッチで。これ暖かくなったらまたね、ちょっと違うから。確かに今まだ寒いね。あ、いいんじゃない、超ファイヤーしてるじゃん。炭が半分ほど燃焼するまでこうやってうちわなどで仰ぎますので、で完成。初めてかも、こんなにうまく炭を立てれたの。じゃあどんどん焼いていこうか。うわー、海鮮もあるよ。肉も海鮮もあるわ、ほら。うわー、すごいね。いいよね。うん、これに海鮮。うわー、うわー。で、他にも野菜とステーキ。うわー、でかい。じゃあ入れていくよ。はい。うわ、もう自由だよ。もうすぐ食べれちゃうけど焼いちゃう？
出来次第すぐ食べるぐらいの。すっごいもう焼けた。真ん中ゾーンで焼いたらもうすぐだよ。うわうわうわ、もうなんだかんださ、ほんとさ、いろんな動物たち触れ合うことにさ、ほんとさ楽しかったから、ずっとさ集中してたから、お腹減ってること気づいてなかったよね。いや、ほんとそうだよね。ずっと食べてないもんね。じゃあ一個もうこれいけるでしょ。いけるいける。うん、しかもこれカルビみたいなすごいいい匂いするんだよ。うわ、これはいいね。いただきます。やましい。はい。うまい。あったまる。うん、おー、うまい。うまい。うまいね。寒い中でやるバーベキューは、うん、本当にとんでもないね。うわ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 、これもいいね。もういいよね。うん、これいこうかな。ソーセージかな。すごい大きいね。いただきます。うまっ。なんじゃこれ。しかもね、スパイシー、中が。へー、立ち食いだね。確かにそうだね。最高。これはあったかい中だからなおさら染みるんだよな。これもうリブいいよね。いいよね。うまそう。うん、これうまし。一番野生に書いた感じするな。うん、うまい。ちょっと一か八か醤油っぽいのあったんで、これかきます。多分醤油。いきます。はい。おいおい、いいね。これでじわじわいってくれれば。で、海鮮いっちゃおうか、一回。おぉ、はい、ホタテ。おぉ、はい、いただきます。おぉ、すげえうまい。エビ焦げてるかも。おぉ、いいね。いいんじゃない。山市でもできたよ、ホタテ。おぉ、ありがとう。うわ、ほんとだ、すごい、取りやすい。いただきます。うまい。あ、うまい。じゃあエビがそろそろいけそうなんで、これはもうたっぷり焼いたんでね、殻ごとかぶりつこうかな。いただきます。うん、うまい。正解。殻ごとで正解。全部いけそうだけどな。いってみようかな。うん、うまっ。味噌味噌。ああ、そっか、入ってるのか。うん、これもいけそう。これもいけそうだな。いただきます。うん、焦げれば焦げるほど食べやすい。エビは焦がせだね。何それ名言。うん、味噌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 。うわ、これ絶対やましそのまま食べた方がいい。まあそうなんだね。うん、焼肉のタレって美味しい。じゃあそうしよう。ああ、いい音、いい音だね。うん、うわうわ。エビね、こん中だったらね、そこまで期待してなかったんだけど、すげえうまい。はい、やましこれエビ焦がしといてよ。お、ありがとう。うん、ああ、エビ焦げだね。うまい。うん、あ、いけた。こう持ちながらこれプリンといけた。うん、すごい。超綺麗だ。うわ、すごいね。ね、美味しそうだよね。うん、いただきます。うーん、いただくか。うまい。ジャマシンの割り箸かし。あ、熱い。こっちギュッと。あとはこうギュッと。あー、出てきた。出てきた。うわ、でかい。はい。ああ、うまっ。幸せだな、マジで。あれ、これそういえば包丁とか入ってる？あ、上に箸にあったかも。ステーキをね、ちょっとやりたいよね。野菜とこれ俺焼いとくわ。上に物をも取りに行ってくれてる間に。よいしょ、よいしょ、よいしょ。野菜もダイナミックだな、これ。やっぱ北海道といえばかぼちゃなんだよね。わ、ピーマンもある。おー、来た来た来た。ハサミあった。いい。じゃあ後で切ろう、これ。玉ねぎとかもあったかいところに寄せてあげて。これあとね、お茄子丸ごと半身とピーマンもあるし。結構あるんだね。ある。で、あとね、この全部食べ終わった後にまだメインもあるから、チキンアニバーサリーみたいなやつ、なんか何だったっけ。1羽丸ごと焼いてるみたいな。ひっくり返すよ。はい、よ、せーの。うわ、すごいな、これ。なんじゃこりゃ。うわ、もういいね。切ろっか。いくよ。よっしゃ。あ、でかかったかな、それでも。確かに超でかい。あれ、なんか感覚が鈍ってるな。でかく切りすぎてる。うん、結構でかいね。これをまた半分にしようか。じゃあ食べやすいサイズに。脂身プルンプルンの場所はでもデカキンがぜひとも食べたいな。よいしょ。いつの間にかなんか最近料理とかしてるからすごい食べやすいサイズに。昔だったらブワーって食べてたね。確かにそうだね。ステーキいただきます。ひともりで見えてる。見えてる見えてる、ギリ。いただきます。うわー、赤身の旨味みたいな、すごい柔らか。食
すごい柔らかい。うん、すごい火。すごい柔らかい。どうぞ。何それ、新しいな。食べてみて、自信作。うん、全然黒くないよね、うん、あれ、ヤマシンのとこに脂身ビヨンビヨン行った、もしかして。いや、食べてないよ。俺、脂身ビヨンビヨン食べてないよ、だって。脂身の感じないよ、全部肉肉しかったよ。でもあったから、脂身ビヨンビヨンの部分。焼けた？焼けてなくなった？いや、おかしいよね、ヤマシンね。じゃあ、誰が食べたの、脂身ビヨンビヨンの部分。ライオン。ライオンが…出てくるわけないだろ、急に。あ、ちょっとこれ食べてみて。椎茸、これ今だし、おだしすごい出てるから、この真ん中おすすめ。うん、いいよ、ひっくり返さないよね。うん、そうっす。うわ、ほんとだ。うん、うん、うまい、うまい、うん、うまいか、うん、うまい。かぼちゃ食べよう、かぼちゃ大好きなんだよ。うん、焼きすぎてかぼちゃチップス。え、そこまで。うん、やましい、玉ねぎ好きだもんね。お、風寒い。やっぱね、北海道住みの人は大体インナー T シャツで上にパーカー終わり。耐えれる？耐えれるの。ヤマシーは長袖の上に T シャツ着て、はい、でジャンバーみたいな。そう、パーカーはやめたんだね。ちょっとそこはちょっと北海道雪なめてるというか、ジャンバーじゃなくてあれしとけばよかったの。一回さ、だってなんかパーカーで平気だよみたいな言ってたから。あ、そうそう、俺パーカーで平気だったの。だからちょっとパーカーだけじゃダメじゃん。あ、で、じゃあヤマシーはジャンバーにしよう。ジャンバーにしよう。だからパーカーじゃなくてもいいやと思ってきたら、両方あった方がよかった。いや、そうだよね。うん、やっぱデカキンは旭川出身で、日本で一番寒い地域で生まれた、一番寒い温度の時に生まれてる子供なんで、強いんだな、寒さに。全然強い。あ、かぼちゃチップスできたよ。新発売だから、まだ気に入ったら食べてね。水分ゼロでしょ、パリンって。やばいな、弱くなってた。そろそろ抜きようかな。自分持ってくるわ。オッケー、さすがに限界でしたね、ヤマシは。どう、あったかいね。あったか。もう平気だ。まあ、さっきがね、長袖に T シャツなんてことはもう北海道人にもなかなかないからね、この寒さで。でもそれ以上顔とてやっぱり冷たいね。まあ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 。でもさ、やっぱ空気がいいから嫌じゃないんだよね。もちろん寒いんだよ、うん、寒いんだけど嫌じゃないから。東京だともう風が強すぎて、とにかく寒くから早く家帰ろうみたいななるけど、まだちょっといていいかと思えない。ちょっと外行ってもいいわって少し思えないんだよ。ほんの少し。まあ確かにこれ今食べたいのが強いから、そういうことだよね。いや、違う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 、食べたいなかったとしてもほんの少しいようかなって思わない。思わない、うん、いや、ほんの少しだよ。思わない、うまいわ。あ、ちょうどいい。でもシャリシャリ、シャリシャリ、うん、あ、もうシャリシャリじゃない、もういい、いいとこ。ヤマシがあまりにもうまいって言うから食べてみよう、見たくなって。うん、まあシャキってるけどうまいね。ヤマシ今どれ狙ってんの。ナス。あー、ナス、やっぱおナス狙ってた。いや、パプリカもいい色になってんじゃない。パプリカ狙いねえよ、パプリカを。パプリカちょっといい、これいいよ、一番いい色してる。うん、うまっ。照明が残り1と2になってる。うわ、間もなく皆さんとはお別れですね。まだメイン出てないのに。これけ、あ、でもチキンはさ、なんなら家の中でもいいよね。そうだね。ね、家の中で食べるっていうのはありなって、うん、一気に食べちゃって。ピーマンはうまいから、バーベキューのピーマンマジでうまいんだよ。この苦味も相まって。いただきます。うん、シシトウ食べてるみたい、本当に。うん、なんでこの味好きになっちゃったんだろうな。エリンギいっちゃおうかな。いいね、いい感じじゃん。カレーつけて、いただきます。うん、おいしい。おナスもいっちゃう？早いかな、早い？逆にヤマシいっちゃって、これ、これとこれ、ピーマンと。じゃあピーマン。うわ、これもいっちゃって、これも。パプリカ。パプリあると。なんて言うんでしょう、今。パプリあり？これで最後です、このバーベキューでやるのは。やっぱ、スパークリングワイン開けてないわ。それもついてんのよ、これ。あ、だからそのメインあっちで食べるときに開けよっか。あと一応ね、追加メニューもできて、ね、料理もね、飲み物も追加できるんですけど、その中で一番やっぱテンション上がったのはね、リボンナポリンとガラナが入ってるんですよ。おー。これはね、最高。これだけ追加しようかな。何時まで？ 7 時半までっつったっけ？今何時？もう、いや、まだ大丈夫でしょ、さすがに。7時23分。やばいな、おい。やばい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 。どうしよう、ちょ、どうしよう。あの、メニュー表いい？持ってきてもらえる？おなすさんです。はい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 、おなすさん、いただきます。熱いおなすさん。うん、うわ、すっごいな、これ皮噛み切れなかったけど中の具だけ全部食べれた。熱いおなすさん、絶対ヤマシにも食べてもらおう。こんな熱いの食べたことないわ。熱いおなすさん。あ、来た来た来た、急げ急げ急げ、7時半まで。いや、あと何分？あと2分。あと2分、うん、もうかけるしかねえ、1回。やべやべやべ、おナス食べて、ちょっともう焼き加減最高だから。
じゃあ、飯いただきます。一口でちょっと半分ぐらい。結構ね、柔らかくて噛み切れたから。うん、おぼ、うん、皮噛み切れないのよ。うん、うん、うん、全然噛み切れなかった。なんて言ったんだよ、今。あ、すいません、注文いいですか。ガラナ一つと、リボンナポリン一つと、リモン、その二つで。はい、すいません、お願いします。ごめんでした。違う、ダイエット中。ダイエット中だから。ガルナとね、リボンナポリンでもだいぶカロリーだからね。うまっ。あーどうした。あーすげえ、熱いんだな。はい、最後行こう。笑うわ。うん。なんか言葉通じんだよな。うん。はい、ということでラスト一口です。いただきます。はい、外バーベキューはこれが最後です。うまい。うん、では中に行って、じゃあ今回のまだメインが出てないんで、メイン料理とあとスパークリングワインで最後楽しみたいと思います。それでは今日のメインディッシュがこちらです。チキンです。うん、チキンだ。でこれね、うん、名前思い出せないんだけど、あのなんだかチキンっつって、変わった調理法。これね、多分お酒、わかる、わかる、書いてある、お酒って、に鶏肉かぶせちゃってそのまま多分焼いちゃうのかな。じゃあちょっと食べてみようか。うん。それではいただきます。うまっ。味付け最高。ちょっと濃いめのスパイシーな味付けがめっちゃうまい。一瞬で食べちゃった。早かったね。いや、これはね、バンバン食べれるよ。ね、もうびっくりするけど、いくよ。ほら、こういう風になってんの。おお。すごいでしょ。うん。本当にお酒で蒸しちゃうみたいな。あー、熱いな。チキン。おお。はい、解体していきます。ずっと撮ってたの、山氏。ずっと撮ってるね。あ、本当？うん。これ分かる、ケンタッキーのほら。あ、本当だ。サインの部分。はい、取り分け完成。おお、ありがとう。おお、食べやすそうだ、ありがとう。そうだね。うん。じゃああとはやっぱ飲み物だよね。うん。レモンはね、ギリギリ間に合いました。リボンナポリンとキリンガラナ。北海道といえばこれだからね。これをワイングラスに入れて飲みたいなと。ここもちょっと一通り楽しんだ後にスパークリングワインで飲みたいなと思います。はい、では、いきます。どうした。指が削れ飛んだだけ今。よいしょ。これに入れて面白いね。濃いでしょ、ね、うん。で何よりもね、やっぱね、ちょっと二人ともね、皆さんお気づきの方いると思うんですけど、あまりにも外がさっき寒かったんで、寒いとね、人って眠たくなるんですよ。二人とももうすごい眠たいよね。眠いね。眠たい。さっき下のライオンも見に行ったんですけど、ぐっすり寝てましたね。寝てたね。みんな眠たいんだよ。じゃあ、ちょっと乾杯しようか。ということで、乾杯。はい、乾杯。うまい。なんだ今の。ゲップも出そうになって。早いな。よし。じゃあどんどん食べていきましょう。うん。どうしてん。うん。うん。おいしい。うまいな。うん、ああ、合うな。バナナはなんかもう一つの調味料といっても過言ではないな。合うでしょ。合うわ。うん。皮うまいな。しかもまあ鶏肉ヘルシーなんで。そうだね。うん、食べれば食べるほど痩せんだから。どのくらいか。いやでもそう聞いてるよ。え、まあ普通の完食するよりは痩せるでしょ、間違いなく。まあそうだね。そうだから脂っぽいのを食べてるよりも。そう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 。むしろ俺なんか目が開いてる自信がないわ、もう眠たすぎて。開いてないな。開いてない。開いてない。開いてる自信なんて、開いてない。寝ながら食ってる感じだよ。すごいね、今日は特に寒かったから。っていう、やましいも目開いてないよ、あんまり。パッとなんか一瞬開けてもう見てみたけど。そっか、ハードだったか。朝一で起きて、飛行機で移動して、もうひたすら撮影しっぱなしだったもんね。ああ、美味しかった。いや、食べたよ。ということで、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。じゃあ、あとは、スパークリングワイン。今日飲んどかないと、明日ヤマシーがね、飲酒運転になっちゃうから。そうだね。こちら、スペインのスパークリングワインですね。12% だってさ。結構強いね。強いね。まあ一回ね、これの
針金外しただけで飛んだ時もあって、いや気をつけて、多分今回は大丈夫だと思うんだけど。いいだね、はい、いい形これね、こういういい形、こういう形好き。うん、じゃあえ、ここ、ここプロペラに当たるぞ、だってこっちか。やだ、俺もう無理だよ。何が、俺もこれ怖いよ、怖い怖い怖い。でもそう持っとけばいけんじゃない、離さなければパーンってきて、パーンっていっちゃうから。なんかあの秘密道具すればなかった、あったね、パーンもいいけど、うん、これね、押せばいいの。そう、うん、これこれさ、あれかな、折れちゃったやつ拾うのか取るのか、なんだろうね。あー、折れた場合、うん、あー、なるほど。でも引っ張るしかないのか。あ、来そう、どっち飛ばす。飛ばさない飛ばさない、いやいや、飛ばさんとポンってポンって持ってて、それいくよ、はい、おいいって。そんなもともと痛かったのに。あ、いいわ、いいわ、なんかそれらしいことやってる。それこちらです、はい、お願いします。あ、先ほどあなたガルナ飲まれてた、もしかして。ガルナ飲んでましたね。ガルナ飲まれてましたね、はい。あ、色素敵、いいね、ほら色綺麗。あ、いいね、若干まだガルナの匂いも残ってる。あ、でも全然違う、うわすごっ、熟成させる匂いで、フルーティー。乾杯。乾杯。いいことになったね。うん、すっごいお酒感が最後来るね、できた。来るね、これね、うん、結構強いわ。強い、終わった後これ斜めにこう、あーすっごい来るわ。あー来るね、結構来る、でもうまいわ。なんそれ、飲んだ後のこれ一杯飲んだらさ、まだ飲んでないリボンナポリ飲もうよ。電話してもちょっと頑張ってさ、これでもスッと飲んじゃうな。あ、ほんと、うん、強めっていうのが勝つわ。うん、ほんと強め、これは酔いちゃうね、飛び切り酔いちゃう。でもやっぱいいスパークリングワインだね。ということでリボンナポリ行こうか。北海道限定なんでね、これも。これまたいい色、いい色でしょこれ、うん、素敵だよね、うまいんだよ。デカキンはね、結構ガルナも好きだけどリボンナポリン派でもあるんだよね。なんなら今日ちょっとさ、飛行機から降りてすぐ俺リボンナポリン飲んでたよね。飲んでた、自販機で買ってね。いい、乾杯。んおいしい、うん、まあでも今日何本もリボンナポリン飲んでるっていうのもあるから、やっぱガルナのうまさには改めて気づいたもんね。確かにそうだね、ガルナうまいね。うん、あー、でも寝ちゃうな。じゃあちょっともうさ、下行って、じゃあもう寝る準備する。そうだね、うんうん、シャワーはまあ明日の朝でもいいしさ。うん、一回寝ちゃおうかな。ライオンとだもんね。そうだよ、あ、忘れてた。まあでも逆にお酒入れたことによって、うん、どんだけライオンが吠えようがぐっすり寝れるんじゃない。そうだね、ね、確かに、うん、全然いけると思うな。じゃあちょっと今からたっぷり食べて飲んで下まで、早速ライオンと寝てみたいと思います。今ですね、下に降りてきました。ということで、ライオンが寝てるのか早速見てみたいと思います。多分どうなんだろうね、さすがに起きてるかな、さすがにそろそろ起きてるんじゃないかな。確かに結構寝てるもんね。ね、はい、こちらです。お、寝てます。わ、こうやって寝るのね、うちの猫ちゃんとか丸まって寝たりするのよ。ということで、まあ無理に起こすのもね、確かに良くないんで、はい、逆にラッキー。こんなにライオンが寝てくださってたら、出かけなしも止まって可愛い寝顔だけ見ながらぐっすり寝れるっていう。じゃあ早速ちょっと寝る準備しようか。そうだね、そうしよう、そうしよう。もうそろそろね、就寝のお時間なんで、ライオンさんにもカーテンしてあげなきゃいけないということで、じゃあカーテンしようと思います、はい、で、明日の朝起きたら外にも散歩出てなければ、うん、まだここにいてくれるかもしれないから、その時はどうなのかな、もう慣れ親しんだ感じなのか、それともまたうわーってびっくりするのかな。え、どっちだろうね。それもまた気になるね、明日の自分がね、うん、それではありがとうございました。ライリー、じゃねー、おやすみ。よいしょ、こうやっても普通の日だもんね。いや、そうだね。よし、じゃあ寝ようか。うん、いや、よかったね、今日はもう一切寝れないと思ってたから今日。確かにね、遠吠えとか野生の声とか音って怖いじゃん。うん、寝れないと思ってたからよかったわ。今日は二人ともぐっすり寝よう。よし、ということで皆さんおやすみなさい。
よし。ん？え？デカキン？ベッド荒れてるよ。え？ちょっと待って。ライオン？ちょっと寝てる位置変わってる。え、デカキン？デカキン？食べられちゃった？デカキン？どこ？え？布団も荒れてるし、絶対食べられちゃったよ。お腹ピクピクしてない？ライリー？ライリー？デカキンは？やらしい。ん？デカキンの声だ。やらしい。え？デカキン？あ、やらしい。何してんだよ、おい。何してんだよ。よかった、いた。いたじゃないよ。何急に開けてんの、何。食べられたかと思ったよ。食べられるわけないじゃん。いや、デカキン食べるんだったら3日くらいかかるよ、だって。3日の男だから、デカキンは。何だ、3日の男って。何を心配してんのよ、ずっとなんか、デカキン、デカキンとか声聞こえたからさ、うん、急にシャワー中に開けられて。呼ばれたから。呼ばれたからじゃないよ。てか、シャワー室パンパンじゃん。今すごいパンパンなんだよ、ここ。よく入れたね。なんとかね、ほんとギリギリだね。そうだね。あのデカキンぐらい大きい食器をつけてください、今後。はい、ということで、はい、朝食食べて、あの準備して東京に帰ろう。そうしよう。そうしよう。てかいつまで撮ってんだよ。こっち出てんだよ。やめて。何撮るんだ、おい。なんて？あ、ちん撮るんだ、お前。なんてじゃない、やめてよ。いけすげえな、ここ泣けんだ、泣きたいもん。何やってんの、泣けんだよ。絶対泣けないよ、もう。やめろ、やめろ、お前。泣けんだ、お前。どれ？おー、やめろ、お前。なんでこんなことするの？なんで何回も泣けんの？どういうこと、何落ちてんの、これ。泣けないよ。なんで？やましい。5秒ぐらいでタイムリープしてんの、これ。なんで開けないやつ出てるから。なんなんだよ。それでは朝食です。今日の朝食はこちらです。もうね、なんとホットサンド。いいね。中身はチーズ、ベーコン、バターです。おお。そしてこちらがコーヒーの袋があったんだよね。そのコーヒーの袋で作ったコーヒーです。はい。そしてこちらが夕張メロンピュアゼリー。これもお土産のとかでめっちゃ買われるからね。で、最後にこのアップルジュースですね。はい。それでは、いただきます。いただきます。うまいな。ほぼベーコン以外全部溶けちゃうからさ、ベーコンしか見えないんだけど。確かに。でも味わいでしっかり美味しい。うん。あ、チーズ来てる。てかこれいくよ。うん。うわ、いいじゃん。おー。で、手ベタベタしない、一切。手がベタベタしないのもいいところですね。そして、あ、ちょっと待って、あー今になってチーズ内側に結構やっぱ溜まってたんかな。チーズとベーコンの組み合わせやばいね。チーズうまい、すごい。うわー、最高の朝食だわ。ちょっとじゃあゆっくり食べよう。うん、ん、あ、食べちゃったわ。嘘でしょ。食べちゃった。今そのために電源入れたのに。いや、一瞬で、ね、食べちゃった。ピュアゼリー早いな。ちょっとコーヒー飲むとこ取ろっか。じゃあせっかくさっき撮ったか。なんかまったり過ごせるね。二人でホットサンド食べてたら、なんか自然と時間が流れていくというか。いや、ほんと。うん。ということで、朝食、もう最高だったね。マジで。いや、ほんと美味しかったね。美味しいね。朝食も終わったことだし、最後はちょっとお世話になった。はい、なんならもう一緒に寝てたラリーとお別れして、もう帰ろっか。うん。隣の部屋で住んでたわけだから。やっぱラリーに最後お礼言って終わりたいと思います。てかさ、うん。でもなんか、泣き声聞こえたよね。聞こえた。ライリーの。呼んでる？呼んでる可能性あるよ。最後お別れの挨拶。本当に？ライリーから。ちょっと、あ、ここ危険な階段だった。危ねえ。ゆっくりね。ゆっくり。最後に呼んでもらえた気がするな。おーおーおーって。じゃあ開けるよ。はい。ライリーが。せーの。よいしょ。わー、真ん中でいる。ライリー。ありがとうね。お、あ、来た。ヤマシ、違うよ。俺ら呼んでたんじゃなくて、オスライオン呼んでたんだよ。そう、あのさ、昨日もさ、結構なんかあの、おーってやってた怖いシーンあったじゃん。あれ実は、求愛の声だったりとか、ライオン同士の会話なんだって。そうなんだ。そう。うわー、めっちゃ見るんだよ。
そうなんだよ、めっちゃ見るから怖いんだよな。スライムかっこいいな、なんか早く会えるの楽しみにしてるよみたいな感じだね。なんだよ、びっくりしたよ。デカキンのこと呼んでくれてるのかと思ったのに、オスライオンの方か。でも、ライリー、ありがとね。ライリー、ライリー、ライリー。ライリー、ライリー。ライリー、ありがとね。ライリー。ダメだ。ライリー、一晩ありがとね。無視されましたね。あれ、友情はできてなかったんだ、じゃあ。そうだね。一晩寝ても、あ、ライリー、ありがとう。一晩お世話になりました。また、泊まりに来たときはよろしくお願いします。あはは、わかった。はい、わかったよっていう。はい、ということで、一晩ではね、やっぱね、友情は生まれなかったんですけど、でも、あ、生まれてる。チラ見してるよ。ね、一晩でやっぱり友情生まれたね。そうだね。ライオンの自然の姿見えたのよかったね。そうだね。寝室だからさ、あんまり寝るの邪魔しないようにしようみたいなこともあって、なんか結構、だけどすごい寝てたね、ライリー。そう、で、起きなかったね。起きなかった。もう慣れてるのか。そうだね。一切起きなかったし、やっぱライオンの自然な姿、水飲んでる姿、可愛い姿とかさ、あー。肉球とかも超可愛かったんだよ。うん。よかったですね。あ、今肉球見えるよ、ほら。あー、本当だ。ね、見えるね。うん、あ、あっち側が泣いてんのかな。ライリーありがとう。あれ、オスライオン言ってる。ライリーの鳴き声じゃないよね。じゃない、うん、あとすっごい獣臭してきた。え、ライオン鳴いた時に開いてる。いや、開いてない。開いてる。すっごい今うわおーんって言った時すごい獣臭したよ。どっからだろう。ライリー、一晩ありがとうございました。じゃあバイバイライリー。ということで、じゃあライリーにもお別れの言葉言えたんで、はい、仕返ろうということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あ、オスライオン来てる。あ、びっくりした。オスライオン来てる。もう会いたくてしょうがないんだね。そうだね。一夫多妻制なんで、ライオンは。はい。はい、ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。